亀山、ね、の温泉ですかそうですよ何にもないで私ら元気で歩きよるからね途中でトラックなんかが通るんですけど死骸をいっぱい積んでねあの通るで手あげて乗してくださいってもうしてくれんのよ元気だからおじゃから歩いてとにかくずーっと千代田まで行きましたよ一泊しておじゃけど今でもあっこ通ったらおそらくあの家で泊まらせてもらったんじゃないかねいうような家がありますけどね 今考えたらあの7歳の弟がよう歩いた思いますよもう親子、ね、4人が近道をしたり山でもね近道して上がればちょっとでも楽なじゃろうってあの幕この,あの幕の内の大きなねあの峠を越して行きましたよ千代田。 成功者出られたとというこ勤防止ってね出とるんですよだからそれが8時5分か7分じゃったですよねじゃからそこを出てからどっち行ってどうなっとるかは分からんじゃないですかね8時までや何時かまで仕事をしてだから前日の5時半ごろにお弁当をお母さんが作って夜勤に行ってくるいて。 裏のあ上がり口で足に毛取るうんですよね昔はあれを巻いて銭湯棒をかぶってお弁当持って出ていくのを私らみんなで見てるんですよ、うん、でそれで行ってもうその翌日から帰ってこんのですからね、うん、だからおそらく駅の方ぐらいまでは帰っとるかね言ったりしていろいろこうね見ましたけど。 暑くてね、んんのですよ、もうあの市内が焼けてほんで足冷やすところもないそこら中にうな,うなったり助けて水ちょうだいどこどこの誰じゃけ言うてちょうだいとか言ってもうねこうしてから手をねあのやってんじゃけどどうしたようもないじゃないですかまあ生き地獄じゃったですよ。う 上の兄は戦争に行ってあのフ,、えー、とフィリピンで戦死しましたほでその次の兄は戦後十だから十七八日頃かね復員して帰ってきましたこの方は外地には行っておられるの そうでれも下のも外地行っとったんですよ。じゃけどたまたまそれは帰ってきたんですよ。じゃけど上の部分はフィリピンの方に行っとって戦死して帰りませんでした。 あのご自分のご健康面で何か被爆の影響を感じになったことはあ,あのね原爆に酔うて3日ぐらいしてからあの歯茎から血が出るし髪の毛は抜けるしほあの斑点いうかね赤い点々かあんなのも体にばーっと出たことあるんですよ。だけどそれも 少ししてから引いたと思いますし髪も一旦全部抜けましたけどねまたそれも生えてきたように思いますよ。で歯茎から血も出るからでもその頃にはお医者に行こうってもないじゃないですか。ほいで兵気症にあの軍隊の人がおられて医務室みたいなのがあるから見てもらいに行っても私ら元気で歩いていけるんだからあの今ね 治療はできないとか言っても全然相手にしてもらえんかったもん。だからもう自然でほっとほっといてまあ治ったというんかまあどうかしわからないけどそういう状態で生きてきましたよ。戦後はいかがですか？ご健康に。戦後はねだからあの自律神経がなんかふわっとなって 病院はいつも行ってたんですよほじゃけどその頃は原爆症が何とかいうような先生が言うてくれんじゃないですかほじゃから注射をしてもらったりして帰ってあのおったですけどねあの立ちくらみがよくしたりとかいうことはずっとあったんですよほじゃけどその原爆が関連してこれはこうなるんよとか先生言わないですもんだからまあ元気な方じゃ思いながら 生きてきたような気がしますよ。うん、あの、いかがでしょうか。原子爆弾核兵器。まだ、いなくなってないんですけれども、うん。あのね、うん、私は今でも、あの、原爆が落ちてから、もう、な、何十回、何百回言うとる。かもわからんけど。もうね、今度戦争があるんだったら。もう、私先に自分で死んどきます。もう、ああ、二度とああいう怖い面ね。 会いいたくないあれはもうめから今もずっと言い続けてきてきるだからねあの語り部なんかしたりしてもみんな若い方に話ししてあげる時にはとにかくもう二度と戦争しないような平和なね日本で行けるようにあなたらが一生懸命頑張ってね力を合わせてから戦争を二度とせんようにしようしてねいうのをね私いつも若い青年のところへ語り部行くんですよ。 としたらね、訴えて帰るんですもうそれしかないですしもう二度とあのああ夢に会いたくないもうそれあの大きな黒い飛行機がバーンと来てバリバリバリッとね機銃操作しとてさっとおらんなるまた「うわー来た」言うたらまたバーンと来るねちょっと人の気配があったら来るでしょもうあれは生きた心地がしないうーんう大変でした。